どうも、レッチメッチャンメッチです。はい、ということで、もうね、延岡学園の、ね、闇に、ちょっとね、今日もね、迫っていきたいということで、これはちょっともう今回初ですよね。さすがにちょっと今回ほんまにやばいです。これは。これはもう、ちょっとどえらい話ということで、延岡学園監督がもうちょっと、もうやばすぎる。やばすぎますね。やばすぎる件ということで、ちょっとそれについてちょっと、ね、話していただきたいなということで、なんかどうやばいとか、なんか、なんかそういう、まあ、いきなりですけどこういうエピソードがありましたみたいなんてありますか。まあ監督がコロコロ、うん、俺らが高校入ってからは結構変わって、うん、1年目1年の時は変わらんくて、うんはいはい、でまあその1年の時に、うん、なんかこの夏対負けたら変わるって言われとって、うんはいはい、で新チームになってから新しい監督来てます、うん、それがやばかった。それはいい、うん、いい監督だった。いい一個前の動画で、うん、ああ言った一番いい監督。一番いい監督でそっから変わったやつが一番やばい。その監督の話ちょっとね、聞いていきたいなということで、なんかそのだから例えば選手を困難しましたとか、まあ、なんかそんなあるだか選手が困難になりましたとか、寮長に、うん、寮長になった子がもう追い詰められて、うん、なんかもう自殺未遂まで。わお、もうファンタスティックベイビー言ってられへんねな。リアル自殺まで。結構ガチで。トイレで首つる。やば。でつろうとして。うん。で救急車運ばれて。やば。それ学校で？寮で。野球部の寮で。やば。やば。ほんでその子はどうしたの？その子はまあやめて。で、うん、まあ、辞めざるを得ん状況になって、もう精神的にもなんか学校とかにも行きづらいし、うん、練習とかももちろん絶対出れへんしみたいな、うん、それで辞めて、まあ、なんか一応学校側には言ったけど、うん、そのこうやれんか、うん、その連絡したけど、うん、多分学校に連絡したけど、こうやれんには言ってへんのよ。多分言ってない。そんな知らんかったもん。慰謝料かなんかも請求したけど、うん、そんなんも隠蔽されて、あ、全部なかったことに。やば、なんでそんな自殺までそんなの。なんか多分寮な、その子は結構真面目で、うん、真面目な子やった、うん、そうで、ちゃんとやるのもな、うん、やるのはやるんやけど、でもなんかもう、うん、夜中とかうるさくしたりするんとか、うん、廊下とかに荷物出しとったらあかんっていう決まりができて、うんうん、寮長やねんな、その子。そうで寮長やから、うん、まあ言うんやけど、うん、まあ守らんやつがおって、ああその鬱陶しいやつとかな、調子乗ってるやつとかも、うん、守らんやつおって、うん、でそれで直してなかったらその寮長のせいされて、あ、全部そこで怒鳴られたりとか、どつかれたりとか、どなかった、どつかれたらなかった、さすがになかった。まあ、でも練習中とかもコーヒー買いに行ってこいとかもその子から聞いたことあったし、あ、もうその人こうだけ練習中にコーヒー飲み方さんで、コーヒー買いに行かない、練習中で、そう練習中みんな練習入ってんのに、それ鬱陶しいな。あ、ほんでその子手首故障してて、あ、手首故障しとったよ。ほんでその時とかも、うん、買ってこいとかいう、もうパシリみたいなことを監督にさせられとって、あ、ずっとそのパシリみたいなのをずっとさせられとったよ。そうで、だんだん精神そもで、夜中までずっとだからなんか見張ってたりみたいなのしとった、その道具だ、なんかそんなもん、でもそんなんも しないと、だってもう怒られるからみたいな、怒られるから、だからその子だけ夜中までこう、そで、その監督の、うん、だるいところっていうか、そのあれなのは、うん、もうなんかいい選手、うん、なんかちょっとできる選手を、うん、には怒らんのに、そのあー、なるほど、じゃあ全然故障してるから、でお前寮長やろ、ちゃんとやれよ、あ、じゃあ見せしめで、じゃあもうそのヘボいやつはもうめちゃくちゃやられんねん。あ、それでもうだんだん精神がまあ結構なあれ継続的に、うん、だから睡眠時間とかもずっとこう奪われてって感じやんな。ほんでずっと起きたら怒鳴られて、まさにそう、で自分だけパシられて練習にも入れてもらえず、だんだん精神が参ってきて、うん、でもう寮のトイレの自殺で、うん、トイレでも自殺。え、それ誰が第一発見者？第一発見者は、うん、誰か分からない。先輩それって同級生？同い年で、俺らの代になってから、うん、寮長になってて、うん、である日急に誰かが首つってるみたいになって、そう
って俺は当時どうやって首吊ったの？そこまで聞いてない。そこまで聞かんかったけど、うん、でもその子は関西の子で、うん、でもなんか仲良かったから、うん、俺はもう元々もうそこを辞めとったから、うん、その子本人からこういうことあってみたいな、うん、辞めようか迷ってんねんっていう。あ、相談は来とったんや。そう、相談は来てた。あ、ほんで怖いな。それでだってもう死んどったら、でも死のうとしとったってもう紙一重やもん。いや、ほんまにもうそこで死んどってもおかしくないっていうレベル。でも第一発見者も怖いな。トイレ行ったら、え、誰かが倒れてるってなって、ほんでそのまま病院行って、救急車来て病院行って、でギリギリやったもん。ほんまにギリ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 、いや、ミスって気絶かなんかしとったん。あ、死なないんかったんや。死なんかって、うん、もうそんなんでな、人生こう諦めんのもなんかな、うん、もっと広いあれがあんのにな。で、それでやっぱそういう精神状態になって、ほんでその監督がまた今も継続中。今も継続中。それはやばいな。もうそれはもう なんとか監督を辞めてもらわないと、やっぱり。そこまで追い詰めたんやったら。やっぱ自殺させるはもうほぼ殺人やからな。殺人未遂ですから。だからそれをもうやってるってのはおかしいし、でも結構やっぱそんなんあんねんな、やっぱどこの子、どこの子を込むって言い方はおかしいけど、やっぱそれは結構怖いな。ひどい。もう、かわいそうでしかなかった。まあ、それは自殺まで行くって。自殺かわいそうすぎる。でもほんまに、でも人間ってもうそのな、寮におって、そのな、狭いところでもうなんや言うたら、こう監督毎日怒鳴られて睡眠時間削られてって、ほんまにおかしくなっていく。おかしくなる。カリカリになっとったんじゃん、うん、体も。ほんまに、あ、もう飯も食われへんねん。いや、ほんまに飯も食われへんって言っとったし。ああ、やっぱそんな精神的にな、こう。でも寝れへんし、やっぱもうそのストレスで、うん、ストレスで、もうなんか最近寝不足やねんって、寮おるときに、よ、電話とかもしとったけど、なんでこんな時間まで起きてるんとか言って、いや、もう最近ほんまにストレスで寝れへんねんとかいうのを聞いとったし。で、ほんまにそのグランドの近くとかになったら、ほんまに吐き気がやっぱり、そんなんでもあんねんな、やっぱ。だからやっぱその、これはもう精神的なもう弱さとかそんなんじゃなくて、もうシンプルに精神なんか、やっぱそこまで追い詰める。だってそれどこの子やったら、近畿の子やろ、大阪か分からんけど関西の子やろ。関西の子が、まあ言ったら親がもう頑張ってこいって言って送り出して、ほんでその先でな、監督にいじめられて、うん、でそうなってるってのは非常にやばいことですからね。だからちょっと延岡学園結構闇濃いな。闇濃い、ほんまに。もうなんか、うん、いじめはもうなんか、てか俺らの年の、うん、奴らの、うん、まあ、一部が、うん、ちょっともう勘違いしてる奴らが多かったから、過激派組織があったよ、うん、だからもうそのそいつらも、うん、なんかいじめしとったしみたいな。ああ、なるほどなるほど。だからそんなんでやっぱ、じゃあまあ難しいな、やっぱあの寮がある高校ってなんかな、うん、その、え、その監督はでも寮には住んでなかった。監督は、あ、寮に住んでたと思う。住んでたんや。それを通しな。なんか管理人室みたいなのが多分そこにおったかなんか。しかも、うん、なんか友達とかの、うん、よく最近でインスタのストーリーとかで見るんは、うん、監督の子供とか寮に入れたりとか。ああ、それを通しな。連れてきたりして、なんか、うん、でもそんなの空甲子園出れへんわ。ほんまに。もうなんか家みたいになってんねんな。そう、もうそんなやったらもう甲子園打てれるか。宮崎県で今年どこ行った？今年は日な、日大、宮崎日大か。ああ、宮崎日大。大宮崎、え、宮崎日大やった。そうなんだ。宮崎第一か。そう、もうほんまにあんま聞いたことない。聞いたことない。あれじゃん、え、なんやったっけな、なんかピッチャーまあまあ良かったところやろ、なんか140ぐらいの、結構こう宮崎第一やった気するけど。そう、絶対そんなんじゃないわ。なんかまあとりあえずまあ延べようか、日南も宮崎やんな。日南も宮崎、結構そういう宮崎とかまで行って、ね、そういう闇こい公開でも実態があるっていうことでした。行っても、はい、ということで皆さんまた次の動画で会いましょう。お疲れ。